ーナリストの安田純平氏が10日、ツイッターを更新。コロナ禍の中、政府が検察官の定年を65歳に引き上げる法改正を性急に進めていることへの批判投稿が続くツイッターで、シャープ検察庁法改正案に抗議します、がトレンド入りしたことに対して、シャープ検察庁法改正案に興味ありません、も同時にトレンド入りしたことに注目し、もはや論理で対抗できない、無関心を煽る、と苦言を呈した。安田氏は、シャープ検察庁法改正案に抗議しますに対してもはや論理で対抗できないのですね。政治に興味がないことは、わざわざ表明して自慢できるようなものではないんだが、と指摘。その上で、無関心を煽ることで国を変えようするとは、やはり民主主義を否定したい人たちがやっているのだな、と嘆いた。安倍政権に近いとされる黒川博文、東京高検検事長、63、の定年延長を可能にする改正案の委員会審議が与党の強行で今月8日から始まり、週明けにも採決される可能性が出ていることに、多くの著名人を含む批判がハッシュタグ、シャープ検察庁法改正案に抗議します、と共に投稿された。その一方で、シャープ検察庁法改正案に興味ありません、のハッシュタグも生まれ、内容も理解せず騒いでる連中ばかり、政治に何の興味もないのに雰囲気で参加する頭の悪い芸能人、などと改正案に反対する投稿者を批判する声が続いているが、それに対して、興味ないやっこがわざわざ興味ないことを表明するかよ、といったカウンターの投稿も見られた。